体重がなかなか落ちない。ある程度運動もしてるし、食事の改善もある程度してる。なのに痩せにくい。そういった方はですね、今回のフロッグワークアウトをやってみてください。今回の動画の構成としては、上半身だけの動き、下半身だけの動き、それを合わせた動き、最後にお腹がへこむフロッグスクワット。この4つをやっていこうと思います。なんで全部フロッグ、カエルなのって思うと思うんですが、実はカエルってすごくスタイルがいいんです。その動きをもちろん人間に取り入れることによって、同じような体型を手に入れることができるんです。今回のエクササイズを行うことで、弱い筋肉が鍛えられて、なおかつ全身運動ができる。お腹をへこませる姿勢とお尻がプリッとするメニューになってますので、今の体型に満足してない、もっといい体型になりたい、体重落としたい、お腹へこませたい、そういった悩みがある方は一緒に頑張っていきましょう。スマホを見ながらできますので、一緒に説明を聞いてもらって、フロッグワークアウトやっていきましょう。それではいきます。はい、まずは顔の下にスマートフォンを置いてもらって、うつ伏せになります。まずはカエルの上半身の動き、平泳ぎの動きをやっていきます。手を前に伸ばして、上体を起こしながら、肘で丸を描く感じで動かします。しっかり肩甲骨を寄せながら、このように動かしていきます。後ろから見るとこういう感じで動かしていきます。できる方は体を起こしたまま動いてください。辛い方は1回ずつ降ります。こういう感じでいいです。呼吸は1回につき1呼吸、息を吐きながらふー吸ってふー吸ってというふうに動いてください。それでは30秒間いきます。足は楽についてください。それではスマートフォン見ながら行きましょう。それでは行きましょう。スタート。肘で丸を描く感じです。上体は少し起きればいいです。無理にグッと起きなくてもいいです。ちょっと上がれば背面効いてます。息しっかり吐いてください。あと少しです。腰痛改善にもなります。はい、 OK です。次は足の動きだけやっていきます。ちょっと難易度が上がるんですが、足を持ち上げてカエル足伸ばす、カエル足伸ばすっていう感じです。でお尻に効かすために足を上げて足をつけて、この足をしっかりね、かかとをお尻につける感じで最後までギュンってやってください。最後の一絞りがお尻に効きます。難しい方はマイペースでいいです。できる方はしっかり上げてギュッギュッと、前ももが床につかないように繰り返してください。それではいきます。スタート。一往復一呼吸、ふー吸ってふー吸って、こういう感じです。かかとをお尻につける感じで、カエルになったつもりでいきましょう。まあまあきつい。お尻効いてますか？きつい。オッケー。弱い筋肉使ってるのですぐ疲れますよね。これが痩せるための大切なエクササイズです。次は上半身下半身セットです。上げたらギュッギュッ、こういう感じです。結構辛いと思いますが、休みながらでもいいです。できる方は頑張っていきましょう。痩せたい方は頑張っていきましょう。いきます。スタート。ギュッ、最後まで絞ってギュッ、頑張って。カエルになったつもりで、ギュッ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 、オッケー。いやー、もうね、肩から背中から腰からお尻から全部効いてると思います。よくやりました。最後はフロッグスクワットです。これが実はプリッとしたお尻、
ポコンとへこんだお腹を手に入れることができるんです。やり方としては足肩幅です。つま先をできるだけ開きます。このまましゃがみます。これがね、カエルがジャンプする時の体勢ですよね。これでしゃがんだ時に大体の方が膝が内に入ってしまいます。足首よりも膝が内に入る。これはお尻に効きにくくなるので、しゃがんだら膝を外に開いてからお尻を締めて立ち上がる。立ったらお尻を締めたままでお腹をへこませておきます。お尻が出ないようにお腹をへこませてお尻を締めて立ち上がります。しゃがむ、膝を開く、お尻を締めたままお腹へこまして立ち上がる。これを一緒にいきましょう。これを30秒間マイペースでやってください。あんまり急ぐとフォームが雑になってしまうので、急がないようにちゃんとしゃがんだら膝を外にピッと開いてお腹へこましてお尻締めて立ち上がります。30秒間一緒にやっていきましょう。それではフロッグスクワットいきます。スタート。しゃがむ、開く、へこまし立つ。スマホ見ながらいきましょう。必ずしゃがんだら膝開いてください。そうです、立ったらお尻を締めて、開く、お尻締めて、立ったら内ももつけるぐらいな感じでキュッと締めます。開く、立つ、しゃがむ、開く、へこまして立つ。ラスト、しゃがむ、開く、立つ。はい、 OK です。今のフロッグワークアウト、どれもすごく痩せるためには大切な動きです。なかなか普通のエクササイズでは使えない筋肉が全部使えてます。特に最後のフロッグスクワットはまた後日単体で動画を出そうと思ってますが、すごくお尻に上手に効かすことができるやり方なんです。通常膝が内側に入ったまま立ってしまうと、やはり膝の上、内側後筋に筋肉が効いてしまって、お尻に効いてない、お尻が疲れてこないっていう風になりますが、今のフロッグスクワットのやり方はめちゃくちゃおすすめなんです。まだほとんどの方がやってないです。なのでこれを後日またスクワット単体で配信しますので、楽しみにしておいてください。できる方はですね、これを2セット3セットやっていくことで、とても体重が落ちやすくなって、代謝が上がって痩せやすくなりますんで、今やってるエクササイズじゃなかなか痩せないよって方はですね、ぜひフロッグワークアウト取り組んでください。頑張ってやってみた方、よかったらグッドボタン、コメントよろしくお願いいたします。各種 SNS もやってますんで、説明欄からリンクフォローしてもらって、動画のリクエストやエクササイズやった感想、変化などもコメントもらえるとありがたいです。次回の動画もお楽しみください。ご視聴ありがとうございました。 Thank you.